フアナでアウストリアは、ポルトガル王大使ジョアン・マヌエルの日で、ポルトガル王セバスティアン一世の母。ポルトガル5名は、ジョアナでアウストリア。神聖ローマ皇帝カール5世と、非イザベラの次女として、マドリードで生まれた。兄に、スペイン王フェリペ2世、姉に、マリアがいる。兄の防災マリア・マヌエルの弟で、父方でも母方でも重廷にあたる3歳年下歳と死したの。 ポルトガル王大使ジョアン・マヌエルと1552年に結婚した。1554年に長男セバスティアンが生まれるが、その18日前にジョアンは16歳で急成していた。セバスティアンを出産後しばらくして、フアナは兄フェリペからマドリードへ呼び戻された。フェリペがイングランド女王メアリー・イ世イと結婚し、スペインに不在となるため、その間の折衝を命じられたのである。 フアナはその大役を見事に果たした。フアナは再婚せず、息子セバスティアンに会うために、ポルトガルへ戻ることもなかった。彼女は手紙を折り折りに、息子へ送り、息子からは成長するごとに、肖像画が送られた。セバスティアンが11歳の時の肖像画は、現在、ラスデスカルサスレアレス修道院にある。1573年、フアナは、エルエスコリアル修道院で亡くなった。 フアナでアウストリア、ありがとうございます。